大丈夫です。ゆかちゃん泣くしみたいな話しました。そう、今日はね結構久しぶりに鈴木ゆかちゃんと遊びました。ちょっと眩しいけんこんくらいにしとこう。今日超久しぶりに会ったんだよね、鈴木さんと。顔せずにいた人は行くの悩みますって。いやー、行った方がいいよ。行けるとやったら私も行きたいっちゃけど行けないんだもん。こんばんは。私は元気です、とってもいつも通り元気でございます。こんばんは。あ、ピザさんありがとう。車でいろいろ回ってるみたいだね、ゆうかちゃんは。あ、車で回ってるのかな、なんか知らんけど、なんか全国一周、日本一周するとか言ってた気がする。日本一周するとか言って長崎にも行きたいよって言ってたんだけど、来てくれるかな。長崎にもね来てくれるといいな。車で来るんかな、まあ、そうなるとね、車で来るのは結構すごいよ。ん？何30分彼女って。え、30秒でしょ。30分じゃないよ、30秒だよ。長崎は宿に困らんくていいやんって。確かにおみちゃん家泊まれるけんってこと。そうだよ、来てほしい、ぜひ。長崎にも、長崎にも来てほしいですけど、最近ゆうかさんの YouTube 見てないけん、何場所とか全然知らん、全然知らんとよ。どうやって一周回る気なんやろ。でもアメリカ行くとか言ってたね、昨日ファンの方、ゆかりのファンの方がなんかちょろっと言ってたの。本当だった、アメリカ行くって言ってました。さっき聞いたらアメリカ行くって言ってた、海外に3回行くって言ってた今月で。これ多分ね、私前と後ろ反対できてるわ、もう間違えちゃった。まあいっか、いいですよね、前と後ろ反対だけど、多分反対なんだよな。いいかしら。30分に延長でお願いしますって。TikTok のやつ30秒彼女じゃないの、30分彼女。あれめっちゃさ、めっちゃさ彼女っぽくなかった、あの動画。自分でさ、そんな編集中編集はなかったっちゃけど、自分で動画つなぎ合わせよって、え、なんかめっちゃ彼女みたいと思って、なんか自分で自分見てなんか楽しかった。ありがとう、エビ様さん会いたい、ありがとう、会いたい、いただきました、ありがとうございます。ん、最終審査の時って会場に持っていってお手紙とか持ち帰りできなかったか。え、そうそう、持ち帰りはできなくて、次の日にお家に届きました、多分。え、多分、え、多分そうだと思う、違うかな、そうだと思います。明日は競技場ウォーキングしてきますって。今日は壊れたかしてみました、ドリブルできなくなってた。え、ボール触らんと、ボール触らんとねできなくなっちゃうよね。今日めっちゃ眠いっちゃう、なんでこんな眠いっちゃう。こんばんは、ピーチプーさん、こんばんは。意外と気配って、え、それなんそれ、結構前じゃんそれ、サッカーのやつでしょ、会いたいのよって。お手元にあと、え、届き、ま、た、え、昨日言ったやつだよね。え、あれ違う、昨日私が配信で言ってた、ここにあったわ、ちょうど。じゃーん、これかわいいの、後ろにつけるやつないけど、え、ちょっとよくわからないな。こんばんは、おやすみなさい。ゆうかりの話聞いて、ゆうい、いいよ、ゆうかりの話聞いて。ゆうかりんは海外に行くって言ってました、だからもう会えないんだよね。そんな、こんばんは、静岡が暑すぎです。なんか静岡めっちゃ暑いって今日ツイッターでも話題になってたけど、
縄の話でどれがお送りされる方、そう、なんか言っていいか分かんなくて、そう、何くれたか、なんか秘密なんかなと思って、そう、なんかあ、でも大輔さんが送ってくれたのは全部把握してるんで大丈夫です、まるバッチリ分かってます大輔さんのは。ただ一つだけ分かんないのがあったから、それはね、だから名前はでも書いてないってことはそういうことなのかなあんま言っちゃいけないかなとか思ってきたりしてる。アメリカの意識、アメリカ何やったっけな、アメリカ何やったっけ、撮影とかじゃない、おいちゃんは海外行かないの、海外行けないですそんなお金ない、海外行く、だってアメリカ行くのさ、片道何十万もするんだって。笑顔も可愛い彼女1日2杯行ったよ、疲れたから可愛されたな自分で書きようよかった、ハッシュタグ笑顔の可愛い彼女と1日2杯で、自分で YouTube 撮影、 YouTube 撮影なのかな、撮影と言ってたけど何の撮影なら、案件か YouTube か、普通になんか撮影、何の撮影やろか、そんな人が私にプレゼントしてくれおる、そんな怖いやん、エステのやつね、公開終了しました終了しました、なんか終了したっていうか、一回ちょっと一回ちょっとこっそり消したちょっと非公開にしてるだけだから、そう、あんま言えないけどあんま言えないけど、ちょっとだけ、またすぐ開けます。安永さんがいても大金大変みたいね、あ、そうなんだ、そうなんだ、ゆかりも海外にねしょっちゅう行ってるんで、いろいろ詳しそうやね、海外のこと、円安とか分かってるんかな、ゆかり結構アンポンタンそうやけど、お洋服かわいい、ガンダムとかバカにされてたけど、肩がね、片方だけヒラヒラしてる、うん、かわいいでしょ、また見れますかみたいな、あ、見たことない、なんてまた見れますか、見たことないんやが、あー、エステのやつ、あ、エステのやつ、また秋を公開しますよ、今日の夜ぐらいに、あ、そう、コンビで、そう、回してくれてるのかなと思ったけんか消しましたそう、だからちょっと一旦非公開にして、ぜひ回してくださる方いたら、案件じゃないやつでも愛してくれたら嬉しいですあの案件のやつは別にその再生回数とか関係ないし、関係ないから、紙幣わかる、どうなるの、分かってんのかな、そうで、こっちだけふわふわしてるの、こっちふわふわしてて、こっちは何にもない普通の T シャツ、私上、後ろと前反対に着てるわ、まあいいや、脱ごめんどくさいけん、邪魔いけん、ほら、ゆかりにお札の話してないよ、ゆかりんとそんな真面目な話してないよ今日、こんばんは、今日何の話したっけゆかりんと、サムギョプサル食べました、サムギョプサル美味しかった、久しぶりに食べたサムギョプサル、韓国料理新大久保に行ってきました、で今日私ね、肩にスカート、これでしょ、可愛くない、私だけこの衣装じゃない、このお洋服可愛いって思うの私だけですか、そうなん、腕相撲の選手ってちょっとお会いしたことないけん知らんばってん、ね、今日ねめっちゃさ、帰ってくるとお家に着く寸前にね、なんかね
寸前っていうか、お家に着く前、寸前にね、寸前ですか、お家に着く寸前にね、マジでありえんことが起きた。ほぼ接触事故、あの当て逃げです、あれは、っていうぐらいギリギリだった。自転車でなんか坂があったんだよね。そんな坂じゃないんだけど、ちょっとした坂だったっちゃけど、あの後ろから私が坂を下ってたの、坂を下ってたってか、ちょっと坂なんだけど、そこのちょっとした坂を下っている時に、もうほんとスレスレをね、あの自転車がね、ブワーンって行ったの。だからあのびっくりしちゃって、うわーって言ったの。でも別に怪我してもないし、ちょっとビビらされただけただビビらされただけやけん、あの何の罪でもないっちゃけど、当て逃げにもならんちゃけど、ただあの私をビビらせた罪で、あの怒ってるよ私なんであんなギリギリ通るん。だって圧倒的にさ、私端っこにおったっちゃけん、ここ通らんくたってこっちが空いてますやんと思って追いかけようかと思ったもんね。あのブルーのお洋服を着てました。ブルーのお洋服着たあの自転車に乗ってる人はもうみんな敵です。今日から許せない、あの人なんであんなギリギリを通ってんの。怖いじゃんね、びっくりするじゃんね。どうするの。お水着がちょっとたまたまこう左にスッて行って、ボーンって行って、肩がでかくなった、あー衣装やないかーって。そんなね、ふざけてるばかりじゃ、ふざけてる場合じゃないんですよ。どうしますか、あれで怪我したらって思ったから、皆さんも気をつけてくださいよ。何があるか分からんけんね。あんな自転車でさ、あの事故なんてさ、あんま想像してなかったけど、大丈夫、滑ってないよ、だっていやマジで自転車も危ないなと思いました。あのスピードで来られたら、普通に当たってたら、なんか当たってたら結構痛いやろうな。ボーンっていくよねきっとね。いやでも多分よ、当たっとったら私よりあっちの方が危ないと思うけん、あの気をつけてください、自転車の皆さん。そう、私も痛いやろうけど、多分あんな坂道猛ダッシュでさ、猛ダッシュでビューンって行ってひょろって行ったらもう大変だよ、絶対怪我しちゃう。気をつけた方がいい、自転車の方、ゆっくり下ってください。坂はゆっくり下るもんです。都内ではいっぱいあるって、気をつけんといけんね、気をつけんといけん。配信話するはずだって誰にも話すタイミングないんだもん、ないんだもんね。さっき結構さっきなんやけど、ちょっと許せないわ、あの自転車。車も怖いけど自転車も怖い。自転車本当危ないよ、あんなスピードで行ったら。ゆっくりゆっくり下ってく。そう、長崎は坂の町なんですけど、あの坂が急すぎるのと坂が多すぎるので、あの長崎は自転車を使わないんですよ、みんな。だから自転車使わないんですね。自転車のなんかあれ知らん、あんまり事故とか聞いたことない。そういえばね、私のねお友達、この間会ったお友達ね、事故にあったって言ってたよ。あの接触事故、当て逃げされたんやって。で、あの車に乗ってから、あのめっちゃ血だらけになったんだって、擦り傷の血だらけやけど、でそのまま職場に行ったらしい、血だらけでそれであのなんか染み取った人、目撃者が何人かいたらしくて、警察に行って1ヶ月もかかったんだって、その当て逃げの、あの車を捕まえるのに。
なんか大体1週間ぐらいで捕まるって言ってたけど1ヶ月もかかったって言って怒っとった。はいはいはい、怒ってましたよ。高校のお友達が当て逃げされたって言ってた。で1ヶ月後になんか車見つかってお金もらったって言ってた。お金もらったって言って、まあ、擦り傷やったけんよかったけどって言ったけどね。危ないよ本当。その子は東京かな、東京じゃないかもしれない、ちょっと外れかも、千葉とか埼玉とかそんな感じやった気がする。気をつけんとね本当に。あ、そうか、カメラでね、すごいよね。あ、でもその子めっちゃ頭が良くて、高校生の時から超頭が良かったの、高校生の時から。だから当て逃げされた瞬間にナンバーの写真を撮ったらしい。だから1週間ぐらいで見つかると思ってたら結構かかったって言ってた。1ヶ月ぐらいかかったって。さ、私さ当て逃げっていうかぶつかられて引かれてもとっさにナンバープレート、ナンバープレート写真撮れん自信がある。多分撮れんと思う。すごいなと思って、その子すぐ撮ったって言ってた。すぐ撮ってナンバー把握してたって言ってた。記憶できん絶対。そうで1ヶ月かかったって言ってたよ。なんかさ、そこで事故したとするやんか。そしてそこら辺の付近に出没、その当て逃げした車が出てくるのを待つんだって。けど1ヶ月間こうやったらしい、その車が。で1ヶ月後に突然来て捕まったらしいよ。当て逃げってさ、ちょっと立ち悪いですよね。ちょっとってかだいぶ立ち悪くない？だってさ、もう仕方ないじゃん、やってしまったことはさ。逃げたってさ、とんでもなくさ、とんでもなく嫌なやつになっちゃうよね、逃げちゃったらね。逃げちゃダメですよ、もう仕方ないですから。もうそんな仕方なくはないけどさ、仕方なくないけどさ、逃げちゃいかんさね。そのお友達もさ、なんか逃げたけん、なんか逃げられたけんちょっとなんかそのもらえるんだってお金ね。そういうのもなんかあったって言ってたよ。そういうのもすごいよくわからんけど、当て逃げのお友達の話でした。リリちゃんと3人でご飯行った時に言ってた。服かわいいって。いえ、これね、このデザインちょっと好きなんよ、かわいいっしょ。当て逃げじゃないか、引き逃げなのかな。でも普通に車の上に乗っかったって言ったけん、その子引かれてるわ普通に。もう一回車にバウンドして地面にバーンってなったって言ってた。で擦り傷で血だらけになったって言ってた。病院行ったって言ってたよ。当てじゃないか、引かれてるね。引かれてんのかな、それは当てなんかな。当たってるから当て逃げなんかな。それとも敷かれてるくない、ボーンボーンってなったらね、罪が重い。いや、そうなんだ、敷かれてる気がするね。強いね友達ね。そう、がっつり敷かれてた。本当に大変だよそんな。でもその友達はめっちゃ面白くて、なんか頭がいいの、超頭がいいから、なんか言葉をいっぱい知ってるんですよ。だから喋ってるだけでめっちゃ面白い。あ、その引き逃げの話も本当に面白くて、面白くはないんですけど面白く話すんですよ。その子が頭がいい人ってさ、語彙力があってさ面白いですよね。
私は語彙力がなくて面白いって言われることはあるんですけど、何枚よとかよう分からんけ面白いって言われるけど、頭いい人のあの語彙力のある面白さ憧れるな。その子めっちゃ頭いいんだよな。本をいっぱい読むからね、いっぱい言葉を知ってるんだって。ひき肉です。ひき肉ちゃうわ。ひきねひきひきひきねひきひき肉ひきひきねひきにきひきひき逃げです。ひき逃げです。ひき逃げしちゃいかんよね。前髪をちょっと流したいと思います。こっちに流れろ流れろ。バナサパ知って、あ、バナサパ知ってるよ。みずきでも、わーちゃんは世界を救うけんね。可愛いないですよ。ちょっと前髪を横に流したかったんですよ。髪ツーツーしてる、嬉しい。でもね、明るくしたいっちゃん。今度また明るくしに行くんだ。なんでこの間明るくせんかったんかな。マジでこの暗さめっちゃ嫌なんだけど、明るくしたいんだけど。え、だってね、ライト切ったらめっちゃ黒なんだよ。ほら見て、髪黒くない？髪黒くない？嫌だ、黒いの。明るいのが好きやん。明るい方が良くない？金の早、飽きちゃった。今日お昼死んでるよ。あ、ピーピーって、なんでしょう。これは洗濯機です。洗濯機がお水木を呼んでいる。配信終わるまで臭くなりませんように。クエガメで住んできた。じゃあ私絶滅危惧種ってことか。はあ、かわいい。ありがとう、みそさん。壁にしてる。世界一かわいい。え、ギンギンに明るくせんよ。けどなんか結構茶色くしたいところではある。え、黒じゃん。え、黒なんだって。ライト消したら黒やもん。違う違う違う、ほら見て、こうして光当たって、絶対実物の私見たら結構黒いやんって言うと思う。ブリーチする勇気はなーい、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 なーい。かわいい、ありがとう、みそさん。かわいいね。いや、そう、お洋服が黒いけん茶色く見えるだけだよ。そう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 、そうなの。かわいいのは変わらないよって。キュンキュンキュン。あ、そう、ネイル取っちゃいました。ネイルはもう取った。久々にチャンスください。まあまあまあ、落ち着いてください。落ち着いてるか。待っててください。多分あります。いつか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 。思い切って金髪やりたいじゃん。金髪意外と似合うかもよ、18号みたいに。黒いのお腹、やだやだやだ、怖いよ。すごい仕事だわ。言うてないわ、日にち言うてないわ。来る気ないな、それ、そのコメント。来る気ないな、君。何の話しちゃったっけ今日。なんかし、言いたいことあったっちゃけど忘れた。今日の暑さで、え、マジで暑かった今日。え、今日マジで暑かったけど、みんな元気してました？今日めっちゃ暑かったよ、本当に。あの、蚊も死んじゃうぐらい暑かった。え、マジで暑くてびっくりしちゃった。なんかね、30度ぐらいは絶対あったはず。40度はあったかも、50度もあったかも。元気してないって。元気してないの？マジで。でも今日暑かったけん元気出んばいって思ったけどね、本当に。ねえ、汗だらだらやったよね。
メタで、わかる、私もそっち派なよね。暑かったよね、今日。今日めっちゃ暑かったわ。で、サムギョプサルを食べた後は、サムギョプサルを食べた後は、バナナ、いちご、え、あれ何やったっちろ、自分で飲み寄って何やったか忘れちゃったなんかバナナといちごのスムージーみたいなやつを飲みましたね。飲んだけど、なんかいちごやったか何やったか忘れちゃった。赤かったな。ひき逃げの友達が頭痛い、そうひき逃げの頭のいいお友達の話だったわ。カレーいいな。なんかさ、夏ってさ、暑かとになんかカレー食べたくなります。あ、今日食べたサムギョプサル、あ、サムギョプサルも食べたんですけど、あの、ヤンニョムチキンも食べたの、めっちゃ美味しかった。ヤンニョムチキンのストーリー載せたけ、みんな見てください。お腹すくと思うけど気をつけてください。もうほんと美味しくて、ヤンニョムチキンってめっちゃ美味しいとね。あれ、こんな美味しいと知らんかった。ヤンニョムチキン、いやー、食べすぎた、食べすぎちゃったよ。え、明日は何日？5でしょ、明日5でしょ。5はね、予定ないっちゃん。6はあるっちゃん。7もあるっちゃん。8はないっちゃん。9もあるっちゃん。10もあるっちゃん。11もあるっちゃん。デブー、デブですね。ちょっと今予定めっちゃあったわ。11日までいっぱい食べなきゃいけない。やばー、走り行こうかな今から。チキンで無水チキンカレー、うわー、もうめっちゃ食べたいっちゃけど、無水チキンカレー、無水チキンカレーだって美味しそう。毎回ちゃん好きなあかんの、え、誰の話誰の話、しゃがなるカレー服に交渉、何してるの？言ったっけ？そうなの、売れっ子なの、全部プライベートなんだけど今の。明日は何しよっかな。あ、明日も予定あるわ。ご飯は食べんけど。え、なんでカレーこぼしたこと知ってるんですか？俺は揚げ餃子食べました。なんかね、揚げ餃子の美味しいとこあるらしいよ、東京に。ファイトっていうお店、あれ行ってみたいな。美味しいよって、いいな。こないだカレー食べたらめっちゃ美味しかったもん。最近丸くて可愛い子多いから大丈夫。誰かが言いよったって、え、お水木がカレーこぼしたって。誰？チクった人。サッカーは含まれていますか？サッカーは含まれてません。サッカーしたいけど予定ない。あー、ちょっとやばい、撮影の日程送らんときやばいね。のんびりしてるね、やみつきって。なんかさ、今日めっちゃ眠いけんな。なんで眠いかっていうと、多分暑くて、外が超暑くて、超絶暑くて、多分体力がもう消耗しちゃったんだと思います。ね、なんかね、インドネシアでなんか蛇が人間を食べたみたいなニュースがあった。怖い。蛇ってマジで何でも食べるらしいよ。ワニも食べるって言ってた。シマウマも食べるって言ってたよ。ワニ、蛇。感染の方、あ、感染の方はない、感染の方も予定ない。サッカー、あの、ダゾーンでは見るけど、私ファンを旅してる。うわ、いいじゃん。で、暑かった今日マジで。うんって、みんなもヘビ見たら、まあ、でもね、そんなでかいヘビおらんか日本には。怖いよねヘビなんて。ヘビ、みんなさ、そう、どんくらい遭遇したことある？私めっちゃね、声戻ってる？てる。しょっちゅうあのヘビ見てたよ、小学生の時で。あの、面白い話あるわ。あの、小学生の時に言ったことあるっけ、あの
小学生の時に同級生が死んだ蛇を首に巻きつけて、あの教室に持ってきて、あの担任の先生の担任の教卓に蛇を置いてたのばっか怒られて1時間授業潰れました。その先生の名前はマリコ。ヘビロテーションしてる、してない、してる、ヘビロテーション、そう、マジですごくない？今思うとめっちゃアホやな、あの子超アホやな。でもみんなでヘビ持ってきて、あの教卓の上に置いて、え、ちょっと先生脅かそうぜみたいなことみんなで言って、いいねいいねって、私は多分乗ってたと思う、その時は多分ね乗ってたと思うよ。それで先生が入ってきて、マリコはメガネかけとるっちゃ、おばあちゃんやけん、60歳だったから、定年だったから確か、こうやってメガネかけて、なんかいつもここら辺にかけてるのよ。でなんか集中する時っていうか、スイッチを入れる時にこうやってメガネカチャってつけるんですよ。なんか変身チチチチクチみたいな感じでカチャってつける。蛇をこう、これは毒蛇ではありませんって言ってた。あー面白い、なんなんそれ、一発目それかいと思った。もうちょっと驚いてほしかったとに、みんなは。それでなんか、先生はこの蛇が毒蛇か毒蛇じゃないかぐらいわかりますとか言って、そんなんどうでもいいしそんなんどうでもいいっちゃう。小学2年生だったんだけど、小学2年生の気持ち的にはあのシンプルに先生に「うわーすごー！」っていう多分言ってほしかったんだと思う、まあ、今思うと最低ですよ、生徒も生徒で。でけどなんか先生はめちゃくちゃキレてて、超キレてた。で眼鏡つけて「これ毒蛇じゃありません」って言って、顔が四角いやつは蛇、なんか毒蛇でとか言って、 なんか模様がなんとかかんとかが毒蛇でって言って、蛇のことはめっちゃどうでもよかったっちゃけど、その後めっちゃ怒られた。先生がこんな蛇で驚くわけありませんとか言って怒ってたで誰ですかここの教卓に蛇を持ってきたのはって言って、まあ、持ってきた人が手を挙げたんですけど、でもまあ連帯責任ですよ。だってもうみんなで結構楽しんでわちゃわちゃしてたから、ヘビ見て、うわヘビヘビ死んでるヘビみたいになって、まあ、そもそも死んだヘビはもうダメですよ、触っちゃダメなんですよ絶対に。なのにもうだって罰当たりますからね、そういうことしたら。小学生だったから許して、その時は。そうで私も普通に多分覚えてないけど、あんまりうわヘビだヘビだって言って多分舞い上がってたと思うもう全然覚えてないんだけど、とりあえずヘビを持ってきて怒られたのを覚えてる。でその後も授業1時間潰してヘビの説教された。その様子でクラス全員ヘビで怒る、あヘビでは驚かんね多分ね、誰も驚いてなかった。ヘビ持ってきて教室に置いとって、手を挙げた人と友達になれる、え、なんで変な子だったよ。そうだよ衛生的には触らん方がいいっちゃん絶対に。でも小学2年生で野生児だったから、その死んだ蛇を触ってはいけないっていう、触らん方がいいっていう思考が全くなかったんだろうねアホだな、一アホだった。なんか普通になんか蛇持ってきて先生に脅かそうとしてました。うちの兄はカエルを机に入れて怒られてました。おい親呼ばれちゃうのそんなことで、マジ。私猫とか普通に学校に連れてってたけど、そんな怒られなかったよ。こんな綺麗な私、こんな私のことですか。ヘビーな話ですよ、みちゃん変なこと言われた。変な子ですよ、変な子です。机に引きがいるわ。言うあカエルは、でも生きとるカエルは飛び跳ねるけん普通に嫌やなヘビーはもうだって、そんなヘビーはもう死んでたからさ。
ちっちゃい時ね、私んちね、ツバメさんがいたの。ツバメの巣があったんやけど、お家にね、玄関に。それをね、ずーっとヘビが狙ってて、そのひよこちゃんたちを。ひめちゃん、そう、ずっとひなちゃん、ひなをずっと狙ってんの。だけど私のお家の屋根にはいつもヘビがいた。ぐる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 、やばい、狙われおるって言って、みんなでひなが狙われおるって言って、あの家の家のあの屋根にめっちゃ石破投げったさ、あのヘビは倒すためによ、正義だったから、うちらの正義だったから、それが。そう、ヘビを倒さんとあのツバメのヒナが食べられちゃうと思って、友達みんなで家の屋根にめっちゃ石破投げったら、おかんがブチギレよったおかんがブチギレてきたのを覚えてるな。やめなさいって言って、めっちゃ怒ってた。ナイスショットって言って、屋根の上に石を放り投げてると思ったんだろうね。そうで、だって蛇を倒したんといけんけんって言って、なんか棒でこうやっておかんが退治してた。うちのおかんって超あのごついの。だって蛇もなんかほうきとかでバーンってやれるし、大きななんかオオスズメバチみたいなのもなんかほうきとかでペシーンってできるの。超頼もしくない。ゴキブリとかスリッパで、あのなんかマジで握力2ぐらいの力でやっつけるの田舎に住んでるとさ、マジでなんか強くなる気がする。破壊を、いやマジで破壊しちゃうよね、屋根、あんな石ボンボン投げてたら。私も自分がさ建てたお家にさ、子供がさ石投げてたら多分ブチ切れますねいくら蛇がいたっていくら蛇がいたって、多分ブチ切れますね。そうよね、めっちゃ怒ってたお母さん。スズメバチとかで、そうだよ、スズメバチとお母さんは戦ってた。たくましかったな、あの時おかん。ちっちゃい時、夜中にスズメバチが家の中に入ってきて、でもうちはお父さんが単身赴任で、あのお家におらんかったさ。そうで、喧嘩、おかんと私とリュウさんの3人暮らしだったの、ちっちゃい時は。ずっとゆけんか、お母さんがお家に電話しながら、やばい、スズメバチが入ってきたお家にって言って、あの、ね、寝室に入ってきて、私たちは寝室から出されて、お母が一人で寝室で戦ってたあーすごいね、お母さん。もう寝室さ閉じ込めればいいのにさ、わざわざ立ち向かっていくお母さん、すごい。こんばんは、ねワンちゃん。大ムカで捕まえて焼いて、いやー、なんで焼いてんの、焼かんでいいやろ。ムカデって気持ち悪いですよね。私虫ってそんなに苦手、なんかそんなにあれなんですよ、あの大丈夫な人間なんですけど、ムカデはキモい。だって足いっぱい生えとるし、うわー、ムカデ想像しただけで気持ち悪いわ。噛まれたことあるしね、ムカデに、夜中に。え、なんでムカデ家に入ってくるってさ、あのまず嫌じゃない。だって森みたいなとこに住んでるもん、私。マジで森みたいなさ、なんかマジでなんだっけ、森みたいなとこ、草むらに住んでるからさ、私そう、普通になんかムカデとか家に入ってきて、寝室で足刺されたことある。マジで嫌だな、わかる。キモいよね。日本は履いてんの？日本はいいよ。だってムカデ10本ぐらい履いてるやん。気持ち悪くない？ごめんなさい。いいえ。ムカデは刺さなきゃいけない。ムカデは刺しても刺さんでもキモいけん、やだ。おみずきの鼻低すぎ。突然やけど、私の鼻低すぎない？
どうなってんのこの花、やば。雑木林里山、すごいいいんじゃん。え、そこがいいんですか。ないよ花。貝貝貝。でも角山市でキモいけんさ、本当にちょっと絶滅しても、もういいかも。え、私の話くそ低いよマジで、びっくりしちゃうんだけど。はい、ムカデの話はちょっと終わりにして、次何の話しますか。なんか話題提供してください。誰か面白い話ある。今日一番面白い話教え。じゃあ今日のみんなのな一番鬼振り、そうみんなもちょっとコメントしてください。面白い話か、ちょっと悩み相談じゃなくて悩みをぶちまけてみようコーナー。私は悩み相談には乗れんけん悩みを聞きますか、キモい虫シリーズの話か、何でもいいですよ、何でもいいですよ。ちっちゃいでペチャローって、ペチャロー可愛い、ペチャロー、ペチャコーにしよう。私ペチャコー。え、そっか、ムカデじゃ100個足あったかな。キモい、キモい。京都でジャガイモ買ったことがあって、マジでさ、長崎のジャガイモって意外と多いんですよ。やっぱりみんな知らんかもしれんけど、全国的に北海道の次は長崎ですか、ジャガイモの生産量第2位なんで、意外とあるんですよ長崎のジャガイモ。美味しかったですか。ファイターズ借金1が悩み。何ハムファイターズ、ハムファイターズがやられた。マジか、ファイターズ頑張れよ。今日の一覧、今日は食べとらん、今日は普通にサムギョプサルを食べたから美味しかった、辛かった、めっちゃホクホクで美味しかったって。長崎から輸入されてきたんか、なんかじゃがいもなぜか今度。え、マジ、え、マジでそんなこと言うけど、私が一番買ってないかも、何も気にせず買ってるわ。おいちゃん、じゃがいもマウントが誕生日マウント、嫌なやつじゃん。じゃがいも糸井さんありがとう、ハート。長崎トマト美味しい、美味しいとよ。長崎はね、トマトも美味しいし、じゃがも美味しいし、全国魚の取れる種類ランキングも1位なんだよ。すごくない？長崎一番魚の種類豊富なんだって、取れる魚。雪みんな長崎に来たら100種類は食べて帰ってね、お魚。おみずきは好きすぎてつらいですって。つらい？つらいの？それはちょっとどうしようもないや、好きでいてそのまま。どこかで風邪もらったかしら。え、今日のお悩みは起きたら喉と関節が痛かった。え、関節痛いのはちょっとさ、あれよなんかウイルス系かも、良くない、ウイルス系かも。私もこの間風邪ひいた時、めっちゃ関節痛かった。気をつけて、気をつけて、もう気をつけて。もう気をつけて。なんでそんなフードファイターみたいなさせるの。食べて帰らばもったいなかやろ、長崎来たとやったら。なんで辛いんだろう。ウイルス系じゃないかな、心配よ。ついにくしゃみで6度いっちゃったのがダメです。くしゃみ、そんな大きなくしゃみしたん。私のくしゃみとかめっちゃ可愛いよ。くしゃんくしゃんくしゃん、可愛いやろ。だってさ、くしゃみめっちゃでかい人いるよね。なんかあくしゃみたいなくしゃみする人いるよね、おじさんとかで。びっくりするじゃん。だから、いや、可愛くくしゃみしよう、みんな。だからさ、嫌やもん、近くで突然なんか「あーしゃらららららら」ってやられるの、びっくりしちゃうけん、ふわーって。私知らない人にもう突然そうやってくしゃみされるとオーバーリアクションだから、基本うわーってなっちゃうのよ。だから
もうできるだけみんなくしゃみは可愛くっていうのを意識していきましょう。くしゅんくしゅんちょっとそれはキモいかな。それ出てるカレーで、あ、いいですね。カレー食べて元気になるかもしれん。お腹も痛くなるよ。でも食べ過ぎてるカレー、おいちゃんが入れるかなかもしれん。ドキドキしてるの。最近はでも暇なんでしますよ配信。かわいい、言わされたの本音やろ。おみー元気です。リオンちゃんこんばんは、元気ですよ。くしゃみの時の声が一番でかいわ。え、そういるよね、くしゃみ大きい人って。自分の心中がでかくて、え、マジで。もうできるだけちっちゃくしてよ。声かわいい。だってあ、声じゃない、顔かわいい。もう大好きやん、私のこと好きな。ろっ骨痛いで笑わせる。わかったわかった、じゃあ笑っちゃいかんよ、何言っても。くしゃみ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 、マジか。え、そうなんよね、なんかくしゃみでかい人いるよね。30メートルぐらい離れて大変やん、そんな。ブラコの上さんです。え、軽い咳が治らんとですって。それは大変。なんかコンコンって感じ、それともカンカンって感じ。カンカンっていう咳も嫌だよね、カンカンみたいな。大丈夫、気をつけて。私もね、一時期なんか咳が止まらない、その軽い咳が止まらん時期あったけど、気づいたら治ってた。気をつけてください。あんま治らんやったら病院に行かんば。あのあれになるかもしれん、喘息かもしれんけん。喘息グヒヒヒヒヒって可愛く。え、おもいさん、あいたみ、おみちゃんもあいたみだよ。会えるかな、多分会えるよ。今年中にはきっと会えると思う。心折れてやんす。どうしたと、なんで折れた、なんで折れたと。見てるだけで終わっちゃう。やめてよそれ、なんか嫌だよ。めっちゃ嫌っちゃうけど。おみずき笑って、え、見とるだけで面白いってこと。おっす、あら、たろしさん元気しとった、久しぶりじゃない。元気しとったね、風邪ひいてない、咳は出てない。すごいおかんみたい。ガガ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 大丈夫、また好きになってくれる髪色、新しくしても。今年あと半分ね、やばいね、半分だって、もう半分過ぎた。絵本絵本って感じ。え、絵本絵本って、それとも絵本絵本と、でも軽い絵本でしょ、軽い絵本でしょ、絵本絵本って感じ。嫌よね、そんなくしゃみじゃない、咳。久しぶりで髪型より変わっとる。そうなの、髪切ったさ、お姉さんになろうと思って。どうかな、なったかな、お姉さんに。どうですか。でもね、髪色変えるよ、もう茶色にするの、もっと茶色にするから。ゲームの対戦相手が強い。はい、何の話しましょったね。ゲームショット、私の配信見ながら恥ずかしかったなって。確かにちょっと恥ずかしいね、みんな聞こえとるかなって思っちゃう。俺はコミックスって感じ。なんそれ、ゴテンクスしか知らんけど私。コミックスって何、何色でも水木が好きですって言ったね。絶対褒めてよ、次の色も。絵本絵本好きなが問題ない。ほんと？やった、明るくするしたいとや、もうちょっと。雑誌雑誌ってくしゃみする。絵本絵本、締め切りがあるんや。ゲームの締め切り、すごい。私だってやってるし毎日。私さ、あのさ、スイカゲーム毎日やってるのね。そう言っちゃけどね、全然上手くならんもん。BGM これ2000、配信の BGM。でで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 で
てってれてってってってれってれれってれれって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 れスイカゲーム毎日やってるのに本当に下手くそで、マジでさ仙台しか行かんとよ、やばいよ本当下手くそすぎ。まだやってるの見てきたけど、ブーム去ったの？だって私さ LINE バブルって知ってる？ LINE バブル未だにやってますからね。 LINE バブルやり始めたのは2019年ぐらいだったの、本格的にやりだし再開したのはね。2019年から5年間やってるんだって。でるってでるってでやばいね、5年間も私 LINE バブルやってるんだよ。でスイカゲームもあと5年間それってことは2028年までやるわ。やば。テーマの歌が太した時脳内でかかって止まらないですか？何の歌？こういうやつ。待って、電音部のね、あのねこの間私ね、あの合宿に行ったんですけど、電音部なんかあるらしいよ。ちょっと待ってね、カラオケで歌ってみる。でってで、ほら見て、あ待って、イヤホンないとできんって。ちょっとイヤホン守ってくるけん待っとって。やばい、私スカート脱いだけんか、ちょっと気まずい格好してるけど大丈夫、下にズボン履いてるから。ヒュッ、ちょっと壊れんやろうか、壊れんやろうか、こう銅線、銅線じゃない、線がいっぱいある。ちょっとお洋服脱ぐわ、まず持ってこのお洋服、よいしょ。でりりりってなんかさ、このイヤホン使えると思う？使えんイヤホンもあるっちゃね、変わったことにイヤホンが壊れてます。いや本当にイヤホンだけに、いや本当にイヤホンが壊れて、やばいやばいやばい、びっくりしちゃうよね。てて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 、これでもこのあのイヤホンは壊れてるかもしれない。じゃあ歌ってみるよ。あ、聞こえる聞こえる。爽快爽便ジェネレーション、誰もが答えを探してる。ハイエナジーな摩天楼が乾いた心に火を灯す。波形を刻む胸の鼓動をモノクロ世界に色を塗る。指先にかけるコーデンアース、空間直線熱くする。ヘッシンシンガンバンバーサーカー、一直線に駆け抜け、ゴー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 、ヘイヘイボンボンバルクール。今こそ叫べてオープン。上から見下ろす影が新たな世界に景色を変える。ラビリンスを抜け出して希望に乗った真実を導け。すいません、こっちはお歌の時間が始まった。ブルブルブル、1、2、3、はい。本当に。てて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 て。よくてててて。なんだっけ。どんな歌だったか忘れちゃった。
ネオンが導くたうま繊維、希望の炎が揺れ動く、孤独が育てる光線か、潤う出会いで花が咲く、予期せぬ未来の遭遇が本当の色を取り戻す、波動が振り向かせる願い、空間曲線つないでく、超大戦場サバイバル、スピードファイアに打ち抜け、バン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 、風穴開けたい灰が世界、渇望の先が電音ブル、切り離されたその影が新たな世界にその身を染める、展望を音に乗せて、壊れた扉を真実に見せて、まだセガゲームやってるわ。セガゲームまだやってた。ちょっとうるさい。セガゲーム。パチ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 。ありがとうございます。今のは爆裂タウマゼインっていう曲でしたね。もう一曲は何やったっけ？もう一曲は。ごめんなさい、ごめんなさい。もう一曲は何やったっけ、ロックイットロックイットアンド、ないわ、もう一曲ないわ。あるかな、あるはずっちゃけどね。どっちかっていうとどっちが好きかな、ロックとタウマゼイン、どっちかな。目が乾燥しておる。あ、ロックの方はないわ。なんでやろうね。Looky on fine? Looky on fine? Looky on fine がないわ。あ、Looky on fine ないわ。ないわ。かわいそうね。なんでこっちの曲だけないんやろ。タウマゼイン。なかった。タウマゼインしか。はっ。嬉しいって、お見事、おみちゃんだけに、イエーイ。ルキアンファイ、どんなんだったっけ、もう忘れちゃったな、やばくない、忘れるの。ルキアンファイ、ルキアンファイ、どんなんだったっけ。よーこの石がドライミークレイジーだね。お、
ないんだ。こっちにもないわ。こっちにもない。あ、そうなんだ。忘れるスピード早いよマジで。私ね、実は歌詞間違えたんだよね。本番は、あの本番の歌詞はあのね、切り離されたその影が新たな世界にその身を染めるっていう歌詞なんやけど、私は切り離されたその影が新たな世界に景色を変えるって言いましたけど、誰もバレてないかったし、だから先生も多分知らん、歌詞作った人しか多分気づいてないと思う。でもいいんです、堂々と歌ったんで、誰も気づかんとぐらいやったらいいやと思って、そんなにうわ間違えたとも思ってなかったです。だってもういっぱい練習したのにさ、なぜか間違えちゃったんだよね。1番を歌いました、2番を歌わなきゃいけないのに1番を歌っちゃった。かわいすぎ、かわいいから許される、かわいいから許されたんか。そう、歌詞出てなくてよかったわ本当に。ルキアンファイ、ルキアンファイは私は何度でも立ち上がれ、正義の名を掴むまでは、掴むまでは、まあ、声がさ低くてさめっちゃ歌いづらかった。何度でも立ち上がれ、もうちょっと高く歌えばよかったのかな。何度でも立ち上がれ。めっちゃ声低くて歌いづらかったんやけど、正義の名を掴むまでは、All we say is look and fight, look and fight, look and fight, All we say is look and fight。 あ、そうなんだ、そんな有名なの。だったったらだったったらだったったったらだったったらだったったったらだったったらだったったったらだったったらだろろろろろろろとろろろろ。手拍子してたの？気づかんかった。集中しとって、なんか全然聞こえなかった。みんな手拍子してくれてたんだ。知らんかった。全然気づかんかった。音楽がうるさかったけんかな。音聞こえんかった。保存ってかスクショ撮りました。チェキの画像。ありがとうございます。送ってくれて。あ、なんかね、DM ね、写真保存できればいっちゃけどね。なんでできんちゃろ、全然できんもん。全然できんしておきます。でもスクショ撮ったけん大丈夫だよ。もうありがとうございます。スクショ撮ったもん全部。かわいいお水着をかわいいお水着を撮りました。自分の写真スクショ撮った。何度でも立ち上がれ、正義の名を掴むまでは、 All we say is the key and fight, the key and fight, the key, the key and fight, All we say is the key and fight, the key and fight, the key and fight。 よし、自分で可愛い可愛いお水着を、だって私単品だからさ、ちょっと恥ずかしくなってきちゃって、自分で保存しながら可愛い可愛いって思いながら保存したよ。 All we say is the key and fight, the key and fight, the key and fight。 こんばんは。All we say is the key and fight。 ねえ、これ歌ってみてもいい？歌ったことないけど。だってもうさ、マイクもさ、これやしさ、適当に歌ってみてもいい？カチャカチャ言ってる。気づいちゃいましたか？生まれて30秒で
で最初に聞いた言葉は当たり前にすら覚えてないけど嬉しかったはず。今でも大体のことは分かってないっていうかさ、中身は変わって言いますのでその辺を評価。携帯のアンテナを光らせて、それが超キュートなあの頃だって知ってたりっていうかってなってなって言ってるよな。私に付き合ってくれるの好き、逆にでも私のどこがねえねえねえ、私の一番可愛いところに気づいてる。そんな君が一番すごいすごいよ、すごすぎる。そして君が知ってる私が一番可愛いの、私もそれに気づいた。だからそれ可愛い、あれ可愛いなんて、誰可愛い、それ可愛いなんて言わないで、私以外なんてやだ、なんてありえない。はぁ、ちょっと耳が悪くて歌い当てでした。なんか歌ってる、なんかあれ知ってる知ってるかなと思ったけど、私が歌ったら全然違う曲になった。大変です。これはフルーツジッパーの皆さんにも、フルーツジッパーのファンの皆さんにも怒られちゃうから歌わんとこ。でも楽しかった。ねえねえねえって言ってみたかっただけなんですよ。今度カラオケで歌ってみるわ。それで練習しとく。ねえねえねえ、あれめっちゃ可愛いよね。ねえねえねえ、私の一番可愛いところに気づいてる。そんな君が一番すごいすごいよ、すごすぎる。気づいちゃった気づいちゃったわ。あれ気づいちゃいましたか、気づいちゃいました、可愛かった、嬉しい。あの最近ね、お友達と話してたの。幼なじみと話しよって、かまちさんが私のこと鎮西鈴鹿ちゃんに似てるって、AKB のオーディションの時、初めて会った時に言ってきたのね。全然知らん人にさ、突然さ、かまちさんさ、なんか鎮西鈴鹿ちゃんに似てるよねとか言ってきて、かまちさんって意外とコミュ力高いですよね。そう、なんか突然喋りかけてきたの、鎮西鈴鹿ちゃんに似てるとか言って。で今さ、見れば見るほどどこも似てないんですよ、鎮西鈴鹿ちゃんと私って。本当にどこも似てないの。別に似てるって、かまちさんが最初言ってきて、まあちらほら何回か言われたことあるんやけど、で幼なじみと、そういえばフルーツジッパーさんがテレビに出てて幼なじみと見てる時に言ってたの、そういえばかまちさんに似てるって言われたなって、鎮西鈴鹿ちゃんにね。で幼なじみに言ったの、天才テレビくんの画像を調べたの。そしたら似てた、天才テレビくんの鎮西鈴鹿ちゃんと私がちょっとだけ似てる写真があって、ちょっとだけ似てたの。だけど私の未来は明るい。あき垢抜けれるかもしれん、垢抜けれるかもしれんっていう。で幼馴染と一緒に、うわこれちょっと似てるじゃん、これちょっと似てるじゃんっていう、鎮西鈴鹿ちゃんの小学6年生ぐらいの写真と今の私がちょっと似てるんですよ。意味わかりますか。だから私は子供ってことです。好きだよフルーツジッパー、かわいい、めっちゃかわいいんだよ、めっちゃかわいいけど全然似てはないんだよね今。そうだから、かまちさんが似てるよねって言って話しかけてくれたのが2019年だから、まあ、5年前ですけどね。ちっちゃい時から可愛かったよね。私も天才テレビくん見てたよ、たまに。可愛いんやろ、何がそれじゃどういうこと。そう、私小6ぐらいだと思う、今は小6、中2だったんだ。その時おみちゃんはまたアイドルしないんですか。お、とってもいい質問ですね、とってもいい質問です。それはおみちゃんはまたアイドルしないんですか。
保留保留です。その質問は保留にさせてください。あと1週間後、2週間後、3週間後にお答えしますそんなら食べんなよって思ったよね、誰しもが。はい、ちょっと待って。でもそれはでも保留です。保留。その質問はいい質問ですって言ったくせにね、時間切れで保留もうちょっと待ってて。その質問は、実は、それは秘密だよ。秘密秘密秘密だから。秘密やけど、秘密さ秘密さ、もうなんでそのコメント拾ったんだってみんなに言われそうやね。秘密とか言うならね、秘密。誰かガムテープ持ってきて、おみずきの口に貼ってください。もう3年が経ったのであったやばすぎでしょ。わかりやすい。え、嘘じゃん。アイドル？なんそれ？なんそれ？それはおみのやつ。確かに秘密だったら何も言っちゃいけないんだよ。でもあんま聞かんで、もう喋らんとこ。それで違う。いや違うと思うさやけど、どうなるかしらね。だって今なんか、まあ、まあ仮に私がちょっとなんか進んでるとするやん、お話が。でも突然そのお話もなくなる可能性だってあるし、まあ待っててよ、気長に。いい報告ができるまで待っててよ、楽しみに。バレてないって、ニヤリしてないって。早くなるの友達。あ、バズってるの、また友達だよ。住んでますよ。いや、まあ、今のは仮の話したいね。仮って知ってる？仮って、仮の話したいね。いつ週刊誌え、週刊誌なんそれ。週刊誌ってやだ、嫌なんですけど。バレバレ？バレバレって何？バレバレって日本語わからん。え、サッカーボールとつい、あ、そうサッカーボールと二人合わせてって言って。ボールはとどまち、とどまち友達。進んでますやん、カッコカリ。そう進んでますやん、カッコカリみたいな感じ。なんか報告、ご報告ありますやん、カッコカリみたいな感じで。まあね、うまくいくといいですけどね。あんまり期待しすぎても良くないですからねどうなるだろうね。どうなるか分かんないけ、あんまちょっとあんま聞かんで。私にユニット名、オミとボールとゴール枠。オミとボールとゴール枠なんかあれみたい。なんだっけ、解散だ、解散。そう、解散しよう。もう12時過ぎてるから。では皆さん、一ついいですか。 TikTok コメントといいねください。お願いします、絶対にお願いします。いつもさなんか適当に歌って踊ってる、ここら辺でこうやって踊ってるだけの TikTok じゃなくて、今回はちゃんと編集しましたから。私って言ってもちょっとなんですけど、編集時間もちょっとなんだけど。だけどさ、動画めちゃくちゃ気に入ってるからさ、皆さんコメントといいねをしてくださると嬉しいです。そしたら伸びるけん、みんなのコメントとみんなのいいねとみんなの再生で TikTok の動画が伸びますので、応援よろしくお願いします。そろそろバズりたいよね。なんかバズる。じゃあ皆さん、絶対配信終わった瞬間にみんな TikTok に移動してくださいよ。じゃあランキング見ます。第13位村上さん、ありがとうございます。第12位台湾から徳さん、ありがとうございます。第11位情報研さん、ありがとうございます。第10位夏目さん、ありがとうございます。第9位カルカンさん、ありがとうございます。第8位ダニさん、ありがとうございます。第7位、眉毛神尾さん、ありがとうございます。
第6位セタンカさん、ありがとうございます。第5位ブリントさん、ありがとうございます。第4位フミさん、ありがとうございます。第3位エビ様さん、ありがとうございます。第2位大輔さん、ありがとうございます。第1位オピソさん、ありがとう、ありがとう。オピソさん第1位でした、ありがとうございます。こちらこそです。本日もありがとうございました。やった。じゃあ皆さん、この配信が終わったら、せーの、 TikTok 来月からまた泊まり込み研修で、うへえ、やだね泊まり込みって。だってさ、だってベッドとかもさ、慣れとらん枕とかも嫌やんね。来月からか。じゃあ今月はいっぱいゆっくりしよう、お家で。お歌嬉しい、あんな適当なお歌で喜んでくれるの嬉しいな。じゃあ皆さん、本日もありがとうございました。おいちゃん、本当に嫌だった。私泊まり苦手や、あの苦手、お家が好きやね。やっぱり泊まりはね、やっぱね、あの集中して寝れないもんね。じゃあホロミーじゃないわ、 TikTok ですよ。皆さん TikTok よろしくお願いします。